今期ね、めちゃめちゃね、面白いドラマがあって、一番ね、その中でも面白いドラマが、俺的にはね、日曜日の9時からやってるね、小さな巨人。これね、マジで見てください。なんかね、警察バージョンの半沢みたいな感じ、本当に面白いんでね、ぜひ見てない方、1話から見てください。こちらいいよ。はい、始まりました。しっとりございます。今回の動画はですね、開封です。今回ね、何をね、開封するのかと言いますと、楽天でね、フィギュアって検索したら、なんか、くじ、なんか、福袋みたいなのがね、5000円で売ってたんで、ちょっとね、それね、何が入ってるかね、気になったんでね、それ買ってみました。それがこちら!よいしょ!がっつり取り扱い注意ってね、書いてます。はい、こちらなんですけど、かなりね、でかい箱にね、入ってますね。本当にね、何が入ってるかね、全く想像がね、つきません。でもね、一番最悪なパターンとしましては、俺がね、知らないフィギュアが入ってるっていうのがね、一番クリアに残る開封動画になってしまいます。ということで、全くね、何が入ってるかね、想像つかないんですけどね、早速ね、今からね、開封していきたいと思います。ねえ、よっしゃ、開けるぞ。いや、マジで緊張するわ。よいしょ。なるべくね、中をね、見ないようにね、開封していきたいと思います。じゃあ、早速、行きましょう。重量的にはね、かなりね、入ってそうな気がするんですよね。じゃあ、1個目、取り出しましょう。え、なんか、3、4個くらい入ってそうな感じ。じゃあ、1個目、行きます。こちら。お?うわ、これすごいかもしれん。結構、ちゃんと梱包もしっかりしてる。さすが楽天。ちょっと待ってね。おーこれはですね、スーパーシェンロンですね。やばでかい箱に入ってるわ。ちょっといいんじゃないこれ。ちょっと開けてみますね、なんか。はい、こんな感じ。めっちゃいいじゃん。組み立てます。はい、完成しました。めっちゃこれね、クオリティ高いっすね。やばーこれ。で、後ろね、支えてる感じにね、こんな感じになってます。これ結構当たりじゃないですか一発目から。いいね。じゃあね、二つ目行きましょう。出だし好調だったからね、いいね。じゃじゃん。お?なんだこれ。お、待ってこれ。これは、熱いぞ。よいしょ。ローのね、めっちゃでかいフィギュアだ。でかいこれ。やべえ、やべえやべえ。これもちょっとね、組み立てます。はい、ローもね、完成しました。めっちゃかっけえわ、ほんとに。かなりね、精巧に作られてますね、これ。これ入ってていいんすかね、5000円の中に。あざます。ちょっとね、ほんとにかなり出だしがね、好調かなって思います。やばいぞ、これ。じゃあね、三つ目いきます。こいつ、ドン。お?なんだこれは。あ、待って。これもワンピースだ。ワンピースのね、これ、ウルージですね。これもでかいぞ、かなり。やばいって、ほんとに。なんかね、めちゃめちゃワンピース入ってますね。しかもさ、全部でかいフィギュアなんですよ。よいしょ。はい、ウルージもね、完成しました。これもね、ほんとにかなりクオリティが高くね、作られてますね。めっちゃかっけえわ。ほんとにこれ入ってていいの?こんな個性の中に。じゃあ、4つ目いきましょう。まだね、入ってますね。あ、ラストかな?ラストいきます。よいしょ。え?やばいやばい。2個セットや。2個入ってるわ、この中に。これもワンピースだわ。ルフィと、これあれや、映画のゴールドのやつ、名前が思い出せへん。名前なんやこいつ。すいません、ちょっとね、これの名前だけちょっとわからないんですけれども、ちょっとね、コメント欄で教えてください。ワンピースゴールドの映画に出てた人なんですけど、ナミのね、親友みたいな人。二つね、一気に完成させたいと思います。はい、完成しました。ルフィとちょっと名前がわからない。いや、でも本当にね、これクオリティがね、マジで両方高いですね。マジさ、これ本当に5000円でこんだけだったら結構ね、いいかなって思いますね。これだけちょっと1000円いってないかなって思います。あとは普通に個人的にはかなり満足かなって思います。すいません。これが入ってました。キングダムのミニフィギュア。なので、6点入ってますね。そのうちのメインがこの5体。非常にいい結果になったかなって思います。ぜひ皆さんもね、楽天でフィギュアって検索してね、買ってみてください。かなりね、開封するのはね、ワクワクするのでね、楽しいかなって思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの。また見てね、ボーボン。